はい、皆さんこんにちは。リムワールド続きをやっていきたいと思います。今はね、春の13日、暑いっていうね話が、わ、めちゃめちゃ暑い、めちゃめちゃ暑いから、ちょっと早めにこれクールダウンさせて、涼しくして、あとタレットどっちに置くかっていうのを考えたいと思います。続きをね、あ、やばいやばい、やっていかないといけないね。暑いね、暑い暑い。ここ開けるか。外13度だね。解放。フリッツさん使って解放解放していこう。解放、みんな解放。ひとまず解放。だよね。ここも解放だよね。ここは暑いよね。あれ？ここちょうどいい。ここ解放しない。ね。まあそういう感じで行きましょうか。ウリッツさん。よいしょ。どんどん解放してって。ここ解放してって。ね。そして、ここも解放して、ここはいいや。あとはいいや。これで少しは涼しくなるんじゃないのか？ね。なんだろう。なんでこんな。なんでこんな？ここそんな暑くない。ここどんどん暑くなってもいいのに。あとは、北極熊の皮じゃなくて、木綿。木綿はどれ？これ？木綿。木綿ね、木綿。見えないね、木綿が。さあ、どこにある？これか。32か。もっと必要なんだよね。ちょっと涼しくなったね。ここ暑っ。扉作ろうかな。大理石の扉。ここに。ちょっと暑いよね。これみんな。暑いってなんだよ。結構暑いよ、これ。よし。さあ。タレットをね、どこに置こうかっていう話がありますけど。人はこうやって入ってくんだよね。ガッガッと。タレットをここに置くと、いいかな。それともタレットここに置いちゃってバンバンバンとやっちゃう。でもタレットし壊れちゃうだろうな。どうしよう。ここに置いてみようかな。ここに、ここに、ここ、いや、ここに置いとこう。あんまり考えないでね。土のを積んで。ここらに置いてみようかな。邪魔か。難しいな。ど真ん中に置こう、やっぱり。よいしょ。で、おっとっと。こういう感じかな。よーいしょっと。ここにタレット、おっと、よいしょ。で、電気が必要なんだよね。電気、電気。どうしようかな。こうでしょ。こう取んないよね。うわぁ、どうしよう。本来こうだけど、なんか、電線壊されるとかないかな。ありそうだな。
こういう感じで、こういこうかな。んで、こういう感じにしとこうかな。よし。フリッツでしょ。やっぱりね。フリッツは 2X に拒絶されたのか。熱帯夜だよね。暑いよね。ローズさんこれやろ？悪いけど。ローズさんはね、精神的に強いからね。よしよし。どういう感じ？ここ今空いてるよね。よいしょ。寒っ。ちょっと寒くない？ちょっと寒いから、解放は禁止。あとさ、やっぱりローズさんやろう。あーじゃない。ローズちゃんじゃない。うん。建設もやってもらおう。リンクが、すごい結構相当も遠いとこ、お、なんだろう、フランクリンっていう人が逃げてるんだね。その逃げてるのっていうのは、スライサー一家っていう宇宙族に追われてるんだ。35歳。宇宙族と戦わなきゃいけない。やろう。この人か。カウフマン。フランクリン・カウフマンみたいな。うん。うわ。え？あ、医者か。ん？この人、使えないんじゃない？うわぁ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。来な？恐ろしい数じゃない？これ、ちょっと。あれ？機械化判断。ちょっと待って。やばいやつ、間に合うか？ちょっと待ってね。今すぐ襲ってくるぞ。だから、タレットはもう作れない。サブマシンガン持ってる、クラブ、ライフル持ってる、ライフル。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。とにかく、来なさいと。ね。で、リンクはこれか。すぐ来るぞ。だから、そうだよね。ここから入らせて、もう来るな。よし。リンク強いんだよ。だからリンク、ここ。で、フリッツ。フリッツはどんぐらい？そんな強くないんだよね。ここ。2X は？ 2X は、まあ強い。まあ強いぐらい。わかんない。ここだな。フリッツが、そこまでだからここにして、2X ここにして、ジュリオはここにすると。こういう感じかな。やばいやばい。で、これ壊しちゃダメだ、これ。よいしょ。すぐ来るぞ。こいつはね、カウフマンはね、ダメなんだよね。カウフマンはダメ。よし。で、ここは禁止。カウフマンはダメだからもう、向こうにいてもらおう。採掘もできない。ただ、医者としての腕は、もういいしょ。カウフマンね、カウフマン。医者としての腕はまああるから、ここは頑張ってもらおう。こっちか、カウフマン。ね。よし。建設はやってもらおう。
さあ、来たぞ。うし。一人やっつけた。よっしゃ、やっつけろ。あれ？違うじゃん。え、みんなずれてるやん。あと、あ、いいのか。こうやってわざとずれてんのか。危ない。すごい、やばい。大丈夫か？肉弾性の人がいないな。大丈夫か？やばい。リンクが。おいしょ。ちょっと、後ろ下がろう。はい、大丈夫。下か。下だよね。こっちか。おいしょ、危ない。お、ここにもいるな。こうか。やばいぞ。よし。追うな。リンク死んじゃったよ。ほんとか。ニエクサ倒れてるから、ニエクサを救助しよう。ね。ニエクス救助して、あと、彼。もう彼捕らえて。うわ、相当、やったね。もうダメだと思ったね。正直。なんだこれ。なんか、いろいろ落としてたぞ。もう正直ダメだと思った。さあ、この囚人は？解放だね。ちょっと待って。よいしょ。あ、お医者さん。よいしょ。ここ結構厄介だなぁ。解放罰と。ね。こうだよね。で、電気つけて、つけてと。これもそうだよね。これもつけて。ちょっと待ってね。歩くことができない。ストーブつけてあげて。よいしょ。ストーブつけて。ストーブつけて。よし、ストーブつけてあげて。相当やっちゃったね。よいしょ。これつけてあげて。まさか？制御できるよね。あれ？あ、こういうことね。よし、つけて。よいしょ、あんたの部屋だよ、これ。よし。こうやって、ちょっと暖かくなるね。うん。大病。やばい、大丈夫。わあ、すごい。これはやばいんじゃない？ローズの力は大丈夫なの？医者としての。うん、大丈夫だね。いやー、きついねー。
いやーすごいですね。で、狼がここまで来てんのがなんかあれですけど。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。リンク、短い人生でしたね。カウフマンが代わりに来たけど、あんまり有能じゃなさそうだな。早々にタレットを作っとけばよかった。続きをね、見たいという方いらっしゃったら、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。またね、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは。